トライネラボートのイラストカンタブリア海と沿岸の諸都市、トライネラは北、大西洋にあるビスケー南部のカンタブリア海沿岸に見られる伝統的ボートの名称であり、そのフォートを用いたボートレース競技の名称。かつては風を受けて搬送するヨットだったが、現在はオールを用いるボートである。美しいラインのボートであり、高い選手と丸みを帯びた船尾を持ち、 カンタブリア海の荒波にもよく耐える。漁師がその日に釣ったアンチョビやイワシを海から市場へ持っていく際、しばしばボート同士の競争となり、やがてこの歴史的伝統がレース競技となった。スペイン語ではトラネラ、バスク語ではトライネルやトレーネルやトレニエロやトリネロ、フランス語ではトレイニーター、ガリシア語ではトライニエイラやトライーニャーとなる。 イワシやアンチョビの漁業に使用する密に折られた網をトライナーと呼んでおり、この単語に由来する。この網自体は、引っ張るを意味するトラハーから来る、ラテン語のトラゲネアに由来する。トライネラボートの製造には、少なくとも1ヶ月から1ヶ月半の期間を必要とする。ボート自体は、長さ12メートル、中央部の幅172センチメートル、 ンチ9 5トル、船尾7 5トル、深さ6 0 5トルである。バトン、焦げ座、ヒッターを含む、総重量は210から2 3 0ラムであり、オールや各種装備を除いて2 0 0ラム未満であっては、ならない。長年、ボート全体に木材を使用しており、特に杉材やブナ材を使用していた。現在、トライネラの製造には、 カーボンやケブラーなどの素材が使用されており、エアバス A380 の製造に導入されているものと類似した航空技術も使用されている。トップクラブで使用されるボートの寿命は一般的に20年から30年である。高級トライネラボートには GPS 機能が搭載されており、そのことが価格を押し上げている。1970年代には トライネラボート一点当たり約4万5千ペセタだったが2008年には一点当たり約2万5千ユーロが最低金額であるサンタンデールで開催されたレースでのカストロールディアレスのチーム協のトライネラ協議では14人のクルーがトライネラボートに乗り組む総主の12人は2人1組で座り13人目のクルーであるバウは14人目のクルーであるコックスの 近くに単独で座る。他の類似するボート競技で一般的なように、コックスはチームの士気を高め、ボートを操舵する役割を持つ。各ボートは特定の旗をつけ、クルーはチームウェアを着用する。多くの場合、ボートにはチームカラーが塗られている。レースは V までの片道か、スタート地点までの往復であり、一般的に 5.5km の距離を走行する。 それぞれのボートは自分たちのレーンをこぎ、他のボートのレーンを横切ったり、異なるボート本体やそのオールと接触してはならない。もしレース開始から20秒以内に予想外の出来事が起こった場合、一般的に再スタートを行う。レースごとの賞金とは別に、勝利チームには町や自治共同体の旗が授与される。伝統的に、勝利チームは、 すべてのオールを空に向かって垂直に掲げるレモスアリバ、またはアラウナクゴーラ、またはオールスアップと呼ばれる行動をとる。歴史的にはトライネラレースはバスク語でエストロパダクと呼ばれ、ビスケーワン沿岸で行われる人気のスポーツだった。バスク地方、カンタブリア地方、アステリアス地方、ガリシア地方の海岸全域で7月から10月にかけて行われた。 毎年多くの競技会が開催されており、最も歴史のあるレースは、サンタンデールバタ、最も有名なレースは、コンチャキである。様々なトライネラのリーグがあり、最上位リーグとして、セイミゲルリーグ、二部リーグとして、カンタブリア海、ボート協会リーグやガリシアトライネラリーグがある。コンチャキが行われるラ、ラコンチャワンとサンタクララと、トライネラレースの起源は、魚老や捕鯨に見ることができ、 共に中世にはカンタブリア海沿岸住民にとって重要な収入源だった。当初、レースに使用されるボートは漁業に用いる漁船であり、枠組みはオーク材から、船体は松材から作られた。大きく3カテゴリーに分かれていた。1850年以降にはカンタブリア地方のカストロールディアレスで地元の総主と沿岸警備隊のカッター船に登場した。 ビスカヤ人が競ったとする証拠が存在する。スポーツイベントとして開催されたトライネラレースの初の言及は1859年にカストロールディアレスとビスカヤ人総主の間で行われサンタンデール湾で開催されたものである。カストロールディアレスのチームがレースに勝利し、それ以来トライネラレースはスポーツイベントとして開催されている。2年後の1861年に サンタンデールで開催されたレースは、カンタブリアの中心地を公式訪問中の女王、イサベル2世が観覧した。カンタブリアチームの船が、ビスカヤチームの船を撃退すると、地元メディアはこのニュースを繰り返し、ホタデルレガテオとして知られる有名な民謡まで作曲された。このサンタンデール旗は、今日も存続しており、スペインの現存する中では、最古の歴史を持つ、 ボート競技大会となった。エストロパダに関するバスク地方発の文書は12年後の1871年に記録された。ギプスコアのオンダリビアとパサイアの住民によってオンダリビアからサンセバスティアンまでのレースが競われ、賭けの対象にもなった。パサイアのチームがこの13マイルのレースを制している。当初、レースは 海沿いのある町からもう一つの町まで漕ぐことで争われたが、今日では多くのレースが一つの町で開催されている。1916年、ムットリク出身のビセンテオルマサバルが、ゲタリアのチームのために、ゴロンドリーナと呼ばれる滑らかなボートを新造した。同時期に漁業に動力機が導入されると、想定ボートの商業利用は急速に消滅し、 一層スポーツとしてのエストロパダックに使用されるようになった。時を経るにつれてデザインも変化し、漁業的価値よりもスピードを重視するために、重量や幅が削減された。ボート競技が職業スポーツから娯楽スポーツに転換したように、漁師より非漁師の方が定期的な練習機会を得られることから、だんだん漁師が出場することは減り、 多くのチームが船乗りではない背景を持つ人物を加えた。今日、最も有名なトライネラレースは、コンチャキであり、名称は、サンセバスティアンの街がメンツルラコンチャワンに由来している。1879年、コンチャキは、サンセバスティアン市議会によって初開催され、1万2000人の観客がいたとされている。大半のトライネラチームは男性のみで構成されるが、 歴史的なベルチョは女性の奏主の存在を伝えており、バスク語では女性の奏主をバテレラクと呼ぶ。この名前は4人の奏主とコックスを持つ小型ボートのベテルに由来している。伝統的なバテレラダンスにも奏主の女性によって踊られたものが確認できる。さらに最近では女性のみによるトライネラチームも登場している。東から西の順に列挙している。 多くのクラブは公式な設立年以前から活動している。ありがとうございます。